ピジョン株式会社はベビー用品全般を扱う日本のメーカーである。特に哺乳瓶のトップブランドとして名高い。創業は神奈川県茅ヶ崎市で、現在は東京都中央区に本社を置く。キャッチコピーは優しさ伝えたい愛を形にする。1960年代前半までは幸福な赤ちゃん。シャゼは愛。シャクンは愛を生む者は愛のみ。 1949年従来の哺乳瓶の乳首が自家付け式だったのを衛生面を考慮したキャップ式に改良し母乳を与えることが困難なお母さんのために赤ちゃんにとってお母さんのおっぱいに近い哺乳瓶を開発するために中田雄一がピジョン哺乳器本舗を創業創業時は株式会社といった法人格のない企業であった 1957年法人化して株式会社ピジョン、哺乳期本舗として改装。1966年に、ピジョン哺乳期本舗からピジョンに、社名変更し、ベビー用品総合を扱うメーカーとして発展する。扱うアイテムが多いため、自社製造だけでなく、委託製造による商品も多い。ピジョン、すなわちハトは平和の象徴として知られる鳥で、 平和で豊かな社会を願う同社の思いが込められている。1985年までは、ハトのマークを採用していた。1985年から、現在の2つのハートマークを組み合わせた P の文字を、片切ったマークに変更され、これは、お母さんと赤ちゃんの愛を象徴する、ダブルハートを意味している。扱っている商品には100種を超えるベビー用品のほか、マタニティ製品、 サプリメント用品、介護用品も扱っている。また、子育て支援事業なども行っている。創業早々期、創業者、中田雄一が、理想的な哺乳瓶を考案するために、当事者の許可を得て、乳首を実際に吸わせてもらいながら、全国を回った、おっぱいアンギゃは、伝説となっている。ありがとうございます。